華チャンネルの翔です。今回の動画なんですけど、俺の車ではなく友達の車、キリトの車にちょっとしたものを取り付けてあげようかなと思いまして用意しました。こちら FM トランスミッターです。なんでこれを用意したかと言いますと、俺の乗っているムーブ、これはですねナビをつけてます。なのでスマホとナビが Bluetooth でつながりまして、スマホの音楽もこっちに流せれるんですね。ただキリトのですね車はワンディンの CD デッキがついてるんですよ。で Bluetooth も CD デッキにはついてません。今回用意しました FM トランスミッター、中見てみましょうかね。それでは中を見ていきたいと思います。こちらがですね、その Bluetooth だけではなく、今ちょっともう横の方が映ってますけど USB ですね、フラッシュメモリーが挿せます。そしてこちらにマイクロ SD が挿せるようになってます。なのでスマホだけではなくこの2つ使ってですね、そのスマホを使わなくても音楽が聴けるというやつです。そして正面はちっちゃいですけど液晶がついています。でここがこれ何でしたっけ、フレキシブルかなんかでしたっけ。なのでぐにょぐにょ動きます。ほら、これはいいかなと思いましてキリト用に用意してみました。今回はキリトがちょっといないので俺の車ムーブにつけてみたいと思います。さあ他のがちょっとついてるのでこれは今回は外してこちらをつけます。ただ位置がですね、俺の車結構下の方なのでちょっとめんどくさいなと。入ったかな、抜けるぞ。ああ来た来た。ああなるほどね。結構無理やり感が出てますね。もうちょっと余裕持ちたいですね、これは。まあこの辺りで気にならないならいいんですけど、気になるようであればそうですね、こういうのをつけたりとか、シガーのここから線がさらに延長して1メーターとか2メーターとかあるんで、それでこれがくっついてるやつもあるので、まあそれを用意して好きなところ、例えばこういう車のこっちダッシュボードのとことかねに置いてするんであればいいかもですね。ちょっと位置が低いので運転中は触らないようにしないと危ないですね。そしたら俺のスマホとつないでみたいと思います。これですね KM28、 これがこの FM トランスミッターのやつなのでこっちにつなぎ直します。今ペアリング中です。はい、つながりました。あ、こっちに表記が出ましたね。Huaweiの P20 Lite って出てます。ラジオの周波数ですねを合わせていきたいと思います。今度はこっちで、あ、でもなんか音楽流しとかないとあれですね。そしたら問題のない曲をかけます。今曲はかけてるんですけど周波数が合ってないし、ここもね変わってないから、FM を押して、あ、うるせえ誰だ音量上げすぎてるのは。でこれで合わせていきたいと思います。あ、これか。あった。ああ、いきなり良かったですね。これでスマホからの音楽が車から流れてます。今エンジンかけてるんですけど、ノイズが走ったりっていう感じではなさそうですね。ちょっとこれで走ってみたいと思います。実際走った時にノイズが入るかもしれないので。今近所を走ってますけど、特にノイズが走るっていうこともなく、曲が綺麗に聞こえてるなと思います。音楽によってはもしかしたら違う、なんていうんですかね、ノイズが走ったりとか音が割れたりとかあるかもしれないので、違う曲をかけながらもう少し走ってみたいと思います。はい、今近所の広瀬にやってきました。そうですね、走ってる時の感じだと段差とかがあっても特にはこう音が飛ぶとかはなかったんですけど、電波が悪いところってあるじゃないですか。そういうところでちょっとザザッ的な感じもあったりとか、曲が変わる時一瞬静かになるんですけど、その時にラジオ特有のザーって音が聞こえましたね。それ以外は特に気にはならなかったなぁと。いやー、キリト喜んでくれるといいですけどね。動画ではなかなか曲が流せないのであれなんですけど、キリトも水木奈々さんに今ハマってきてるので、あいつの車でぜひ水木奈々さんを流したいなと思います。それでは今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。